梅田正宏は、日本の歯科医師、歯学者。長崎大学大学院医派、薬学総合研究改良科学専攻展開医療、科学講座高校主要治療学分野教授。1983年東京医科歯科大学卒業。1987年、神戸大学大学院修了。神戸大学医学博士論文の題は、ハイドロキシアパタイトセラミックスの骨伝導脳に、 関する、組織学的、生、科学的研究。以後、神戸大学助手、沖縄セントラル病院医長、新高加古川病院医長、神戸大学講師、助教授、准教授を務め、2011年より、長崎大学教授に就任。ABCD、教授就任のご挨拶。2013年12月30日閲覧。博士論文書誌データベース。 大議員名簿。日本高校外科学会。2013年12月30日閲覧。ABC スタッフ紹介。2013年12月30日閲覧。役員名簿。日本高校感染症学会。2013年12月30日閲覧。日本有病者歯科医療学会平成23から24年度役員名簿。 日本有病者歯科医療学会2013年12月30日閲覧理事長理事日本高校主要学会2013年12月30日閲覧役員日本高校科学会2013年12月30日閲覧日本統計部門学会役員一覧表日本統計部門学会 2013年12月30日閲覧。学会事務だより、高校病学会。2013年12月30日閲覧。ありがとうございます。